ジャム・ザ・ワールド、堀潤さんが、日本の外国人労働者受け入れの現状と未来についてお話を伺うのは、望月博樹さんです。来ていることで、ある種労働市場がこう上と下にこう分割してしまうような、で実はもうこれは日本人も同じで、日本人の中でも、はい、やっぱり非正規の雇用の方どんどん割合が4割超えて増えているところで、まあ、その非正規の部分に外国人労働者が入っているみたいな形で認識していただけると、非常にクリアになるのかなと思います。その点ってすごく大切ですよね、はいはい、外国人労働者の問題です、はい、っていうふうにこう分けてしまうと、もうあちら側とこちら側に分かれて、しかもそのいろんな不満が今度はじゃあ外国人労働者の方に向いていったりとか、違うと構造上みんなが同じように抱えている直面している問題なんだよっていうことも改めてアナウンスしていかなきゃいけないっていうことですよね。いや、おっしゃる通りですね。まさにその工場で本当に LINE で隣で働いてたりするわけなので、まあ本当にこの実は日本の中で外国人労働者が増えたのは、まあ、1990年ぐらいから、まあ、日系人の受け入れが始まって、まあ、この30年間で100万人いなかったところから300万人近くまで増えているわけなんですけれども、割と本当に同じような時代に、まあ、派遣法が変わったりとか、ね、非正規雇用の方が増えてきたという時代があって、まあ、日本はずっと不景気だったわけですけれども、まあ、そういった形でその、まあ、低賃金で、まあ、ある種こうそんなに長期に雇用しないというか、こう企業からすると都合のいい労働者の方たちが増えているという意味では、国籍はあんまり関係ない部分もあるのかなと思いますね。いや、本当に賃金構造でこの平成の30年を振り返ると、はい、特に1990年代後半から2000年代の今を比べてみても、実質賃金の伸び率って本当に低調なんですよね、諸外国に比べると、はい、それってやっぱり人をコストとみなして、そのコストをいかに切り詰めるかっていう歪んだ規制緩和策っていうのは、これは日本にローカルに今までいた人たちもそうだし、そしてそれを補う形で海外に求めていったっていう、これはもう大失策だったんじゃないかなって僕は思いますけどね。いや、本当にそうですね。やっぱりこう人がキャリアを構築して、まあ、家族を作って結婚して子供を育ててっていうことをはそのやっぱりさまざまな条件が揃わなければできないことなんだっていうことが、このある種の、まあ、大規模な規制緩和の後にこう気づいたというか、結局、まあ、日本の方たちもそのこう賃金が下がってなかなか未婚率がこう高まってきたりとか、そういうことも起きてるわけですけれども、 なのでそこと外国人移民のテーマっていうのがすごい近いところにあるということは、ぜひ知っていただきたいなと思いますね。財界の指示通りではダメだし、安倍政権の支持基盤の極右に気を使ったないもの扱いではダメです。社会全体に対するストレートな問題意識を持って、ちゃんとした政策が必要ですね。